誰だ君は。宇都宮と申します。こちらの准教授の湯川先生に。湯川は僕だが。こんなことありえません。ありえない。誰が証明したんだ。え、面白い。俺が解決した事件は全部あいつのおかげなんだ。湯川先生、さっぱりわからない。殺人によって苦痛から逃れようとするのは合理的ではない。石神がそんな愚かなことはしない。石神は一体何をしたんですか。エイリアンのようでした。エイリアン、興味が湧いてきたでしょう。実に面白い。今までありがとうございました。え、何ですかこれ。ゲルマニウム、こういうやつです。仮説を実証して初めて真実になる。湯川先生。さっぱりわからない。やっぱり。実に面白い。残酷な殺人犯にふさわしい死刑執行法というわけか。この捜査は何があったのかを明らかにすることでもあるんです。俺は本当のことを知りたいんだよ。あの男は罪に問われないってことですか。お前が犯人だろ。これびっくりして110番したんです。殺されて当然の男が殺されたんですよね。生きてる彼からの卒業祝いです。今度はどうなるんでしょうね。偽証罪ってありますよね。沈黙罪はあるんでしょうか。素晴らしい才能があります。私たちの夢でした。このまま沈黙を続けますか。